今日紹介する作家は横光利一。何度も推敲を重ねて完成させたといわれる短編小説です。横光利一、笑われた子。主人公の少年吉は夢に出てきた大きな顔に笑われます。その人をバカにしたような顔がどうしても忘れられない吉は、翌日から父のカミソリを使ってこっそりその顔を彫り始めます。ある日、広げを終えると親は顎を撫でながらカミソリを取り出した。吉は湯を飲んでいた。誰だこのカミソリをボロボロにしたのは。吉、お前どうした。吉がいつまでも黙っていると、母、わかった。吉は屋根裏へばかり上がっていたから何かしていたに決まってると、姉は言って庭へ降りた。しばらくして屋根裏の奥の方で、まあこんなところに面がこしらえてあるわ、という姉の声がした。吉は姉が面を持って降りてくるのを待ち構えていて飛びかかった。姉は吉を突き抜けて素早く面を父に渡した。父はそれを高く捧げるようにしてしばらく黙って眺めていたが、これはよくできとるな。またちょっと黙って、うん、これはよくできとる、と言ってから頭を左へ傾け替えた。その夜、何度で父親と母親とは寝ながら相談した。吉を下駄屋に誘う。間もなく吉は下駄屋になった。吉の作った面はその後彼の店の鴨居の上で絶えず笑っていた。無論何を笑っているのか誰も知らなかった。吉は25年、面の下で下駄をいじり続けて貧乏した。ある日、吉は久しぶりでその面を仰いでみた。すると面は鴨居の上からバカにしたような顔をしてにやりと笑った。吉は腹が立った。貴様のおかげで俺は下駄屋になったのだ。吉は面を引きずり下ろすとなたを振るってその場で面を2つに割った。しばらくして彼は持ち慣れた下駄の台木を眺めるように割れた面を手に取って眺めていたが、ふとなんだかそれで立派な下駄ができそうな気がしてきた。すると間もなく吉の顔は元のように満足そうにぼんやりと柔らぎ出した。今年 初の浴衣です。そういうのはあんま着たことなかったからちょっとなんか嬉しい。納豆ね、納豆の人。今日紹介する作家は横光利一。何度も推敲を重ねて完成させたといわれる短編小説です。横光利一、笑われた子。主人公の少年吉は夢に出てきた大きな顔に笑われます。その人をバカにしたような顔がどうしても忘れられない吉は、翌日から父のカミソリを使ってこっそりその顔を彫り始めます。ある日、広げを終えると親は顎を撫でながらカミソリを取り出した。吉は湯を飲んでいた。誰だこのカミソリをボロボロにしたのは。吉、お前どうした。
がいつまでも黙っていると、母、わかった。父は屋根裏へばかり上がっていたから、何かしていたに決まってる。と、姉は言って庭へ降りた。しばらくして、屋根裏の奥の方で、まあ、こんなところに面がこしらえてあるわ、という姉の声がした。父は、姉が面を持って降りてくるのを待ち構えていて、飛びかかった。姉は基地を突き抜けて素早く面を父に渡した。父はそれを高く捧げるようにして